2月19日、川崎市立立花小学校の体育館で、高津区子ども会連合会立花地区によるイベント、北風っ子が開かれました。未就学児と小学生がさまざまな遊びを楽しめる地域イベントで、今回は3年ぶりの開催となりました。運営するのは立花地区の子ども会連合会が募集した小学3年生から6年生までのリーダー研修生17人です。中学生以上のジュニアリーダーに助けてもらいながら、去年の12月から全員で企画を考え準備を進めてきたといいます。こちらの高津区が力を入れている脱炭素の取り組みをヒントにしたゴミの分別クイズのブースは楽しみながら学べると好評でした。小さい子とか大きい子とか簡単な問題とか難しい問題とかを分けて、しっかりとみんなが楽しめるように頑張りました。他のブースも児童がアイデアを出し合い、誰でも遊べるよう工夫されていました。くぐったりまたいだりするのを楽しんでもらいたくて、レーザー光線のアスレチックにしました。結構何回もやってくれてる子もいて嬉しかったです。みんな楽しそうにしてくれてたのでとても嬉しかったです。すごく感慨深いものがあります。子ども会入ってない方もいらしてるので、子ども会ってどういうものなのかを知っていただくいい機会だったかなと思います。